佐藤勇は、日本の政治家。宮城県栗原市長、宮城県議会議員などを務めた。兵庫県三田市に生まれ、宝塚市に育つ。大阪製工学院高等学校卒業。1965年3月、立教大学文学部私学科卒業。同年4月、衆議院議員、大石武一の秘書となる。1969年11月、 アジアアフリカ研究所を卒業。1971年に環境庁長官の秘書官に就いた後、1972年8月に再び大石の秘書となる。1983年4月、宮城県議会議員選挙に初当選。1999年に5回目の当選。2001年7月、第31代宮城県議会議長に就任。 2003年の県議選で落選。2005年4月1日、栗原軍全10町村が合併し、栗原市が成立。これに伴って5月1日に行われた市長選で初当選。参戦後に引退。2018年春の叙勲で朝日中受賞を受賞。2005年5月1日執行。旧若柳町長の菅原育夫。 九死は姫町長の加野聖一らに候補を破り、初当選。当日有権者数、6万7808人。最終投票率 84.、84.41%2009 年4月12日、告示。無投票により再選。2013年4月21日執行。元市議の千葉県事を破り参戦。当日有権者数、6万2535人。 最終投票率72.67%ありがとうございます。